8番人気は1番東海帝王。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。ついに大舞台の幕が開けます。レオ杯決勝。現在1番人気は2大スプリント覇者キングヘイロー。2番人気を紹介しましょう。三冠馬娘メジロライアン、注目の2冠馬娘東海帝王、1枠1番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。シンボリルドルフとマルゼンスキー、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気キングヘイロー。シンボリルドルフ快調に飛ばしていきます。先頭をかけます。シンボリルドルフすぐに続いてマルゼンスキー。激しい先頭争い。キングヘイロー、この位置につけています。AM オペラを続いている。5番手にエアグルー。第1コーナーを終わって第2コーナー。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。続いてジンボリルドルフ、そしてその後方にはテイエムオペラを。その内側にキングヘイロー、東海帝王5番手、外を回りますエアグル。待ちかね服着た。並んでくる一馬身離れてメジロライアン、さらにナイスネイチャー。意気揚々と先頭を行きますマルゼンスキー。どうでしょうこの展開。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。運行表面に入って先頭からしんがりまでおよそ7馬身。まだ牽制し合っているのか。互いに競り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭は依然マルゼンスキー、3馬身リード。先頭から大きく離されて2番手はジンボリルドルフ、3番手にキングヘイロー、4番手にはヘイエムオペラオ、5番手メジロライアン。内から内から東海帝王、少し離れて待ちかね服着た。外でエアグルー、そしてそのうちナイスネイチャー。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内か外から来るか、最後の局面です。まだ1馬身以上の差があると。レニン絶好調なのだ。できるのかキングヘイロー。ここで抜け出した。互いに足を止めている展開。このまま直線の争いになるのか。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはキングヘイロー。この力でキングヘイロー。しかしそのタワーにか。3番手争いは東海帝王。エアグルーヴメジロライアン差し切ってゴール。優勝はメジロライアン。優秀たるその走りでレオ杯を見事に制しました。2着東海帝王、3着はキングヘイロー。ナイスマッスル。余裕なしでようやりました。このジャンツキ、あれ上り流でなかった。スピード454を補えたね。
明日更新だからそこで使うのもありかな。次のガチャ何？フルアーマー待ちかね服着たり。ガンダムかな。そんなもん。肉体とともに精神。はいはい。お？はい、終わり。のんびりマイペースで行きましょう。私の代わりに誰か走ってくれないかな。